パリパラリンピックが8日に閉幕し、車椅子テニスの男子シングルスで金メダルに輝いた小田時と、18イコール東海リカ、女子シングルス、ダブルスで2冠の上地結衣、30イコール三井住友銀行、らが9日、羽田空港にの日航機で帰国した。到着ロビーにはパラアスリートの帰国では異例の多さとなる10台以上のテレビカメラ、約30人の報道陣が集結。 約100人のファンも駆けつけ、小田は歓声に両手を上げて笑顔で応じた。小田は決勝で世界ランキング1位のヒューエット、イギリスにマッチポイントを握られながら逆転勝ち。18歳での優勝は同種目の史上最年少記録で、優勝直後のインタビューで、やばい、格好良すぎる、俺と絶叫した。次戦は27から29日に開催される木下グループジャパンオープン。 有明テニスの森に出場予定。競技をメジャーにして障害がない人も車椅子テニスを楽しむ時代を築くことを目標に掲げており凱旋試合でも見せるプレーにこだわる。